皆さんこんにちは、こんばんは。今回はこれ買ってきました。ついに出ましたウエハースの新しいやつ、待ってました。でラインナップ、じゃじゃん、このゴッドレア、まあ、全部コンプするつもりだけど、まずゴッドレアがすごい欲しくて、あとこのハテナね。で分かってるんですけど、いやこれこっちの力の大会はあのゴールドなあのお方で、こっちはねあれだよ、あのスーパーイーシンロンを倒したあのお方です。こっちがすごい欲しい。もうこの今回ワンボックス買ってきて開けるんですけど、まずこれがもう これが一番欲しいなっていうやつ。あとねこの2人も欲しいし、これも欲しい、まず欲しい、一番欲しいやつ。さあ早速いきます。1つ目、ハテナのやつは出にくいのかな、どうなんだろう。まず1枚目はじゃじゃん、あかわいい、なにこの3人、ゴテン、トランクス、マーロン、いいね。力の大会のあのパワーが2500で、あのあ後ろは読まないけど長くなっちゃうから、まあ、こんな感じで後ろに書いてあるのを読んでもすごい楽しいよね。この3人で確かあのね17号の代わりに島を守るとか言って、かわいい、ちゃんとできるのかな。では2つ目です。まずは先ノーマル2枚目、じゃーん、あケールだ、ケール、カリフラとケール あの2人がすごいコンビがいい。パワー2800、後ろはこんな感じで、ノーマル2枚目。なんかもうこのウエハースは毎回この指にすごい粉がつくのが嫌だ。3枚目、じゃーん、あ出たこの顔、通信ロン、噛んだ、パワー8000、じゃじゃん、これはレアだね。4枚目は何が出るかな。ワンボックスにこれが、このボックスがいじられてなければハテナどっちか出るかな。4枚目、あヘレス、ヘレスもいいよね、ハテナになってるパワー。じゃあノーマルです。このヘレスの宇宙のあの人たち面白いから好きだな。5つ目、まず何かしら、なんかキラ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 が欲しい。5枚目、ケール出た、ケール暴走、パワー7000、あ暴走ってここに書いてある、スーパーレアですね。ケール、ケールは私はあのこう暴走する前の普通の方が可愛くて好きかな。で6つ目、あのなんか私なんてって言ってるのがすごい可愛い。次、じゃーん、フリーザ様出ました。フリーザ、パワー6400、これはレア、フリーザの最終形態。フリーザはどうなるんだろうね。さあ次、どんどん行こう。次はじゃーん、あ出た出た、これこれです、これです、これです、来た。あなんか超ってかスーパーかな、書いてある、あめっちゃかっこいいよ、見て、パワー9200、うわー、これがハテナのあのやつです。あなんか後ろ黒いぞ、 SGR って書いてある。おお最強のフュージョン、めっちゃかっこいいねこれ。おおやった、一番欲しかったやつゲット。おー一箱に入ってんのかな。あのゴールデンのお方より先に出てくれてすごいほっとした。
こうどっちかって言ったらやっぱねゴジータの方が私好きなので、じゃあ次キテラ、キテラ、キテラ可愛いよね、ハテナ、キテラ可愛い、ビルスに対して対抗心を持っている可愛い。続いて9枚目いきます。9枚目はヘッド8200だ。ヒットもめっちゃ強いよね。レア時飛ばし最高だね最高だね。次10個目、これで半分が終わりますが何か出るかな。9枚目、あれキテラ、まあ可愛いからいいよねかぶっちゃったな、まあいっか。じゃあ次後半いきます。11個目、もう一つ何か反対側でキラが出るかな。11個目、おお、ベジータ来た。この表紙に載ってるこれは普通のゴッドレア、あ、さっきのスーパーゴッドレアだって。ゴッドレアこれもかっこいいよね。パワーは8300。おー、このキラキラするこの光り方がなんともいいね。ゴッドレア、あー、もう出ないかな。悟空の方も欲しいんですけど。12個目、12枚目カリフラ、カリフラ、え、出てないね。よし、やった。パワー3500ノーマルです。このスーパーサイヤ人バージョンは出ないのかな。普通のノーマルのシールしかないんだよね。次13個目、13個目はじゃん、あ、悟空だ。悟空、これは8900、これはレアか、あ、レアだ、レアです。14個目、もうキラは出ないかな。次は14枚目、あー、またかぶっちゃった。かぶりが2枚目、結構かぶるのかな、いつもこんな感じだったっけ。15個目、15枚目はじゃん、お、悟空、これもかっこいいね。デフォルメだからすごいかわいい。5800のスーパーレア、スーパーサイヤ人2616か。続いて16枚目、あ、17号だ。パワーが6200のノーマルです。あと残り4つだ。もう出ないかな、出ないのかもしれないな。次は17枚目じゃん、あ、黒煙の竜、なんかかっこよくない、ハテナになってる。ん、これタバコ、黒煙の竜レア、なんかかっこいい感じだね。次、あ、残り3つ、もう1枚入ってないかな。18枚目、モスコ、まあ、出てないから。これさ、機械喋んないんだよね、なんかピロピロピロっつってノーマルピロピロってなんだよピロピロって喋るやつ19枚目、そうそう、ここの宇宙まだ結構多いよね、残りが結構多い、まだあんまりね出てきてない。次19枚目、あ、出た、スーパーイーシンロン、キャキャーン、はい、8700、スーパーレア、はい、最後
りこう最後になってしまいました。終わりか、終わり、20枚目最後、じゃん、リブリアン持ってないからいいけどさ、これ3800、これ個人的にあの変身前がすごい好きなので、変身前のシールが欲しいなって思う。今回20個ワンボックス開けたんですけど、今回はね一番欲しいと思っていたこのゴジータ出てくれてすごい良かったです。あとはちょっと被っちゃったけど、まあこのベジータも出てくれたし、すごい私は良かったなって思いました思いました。 でこれ今気づいたんだけど、めっちゃわかるかな、これめっちゃここがシュッてめっちゃ折れてたっていう、いやでも推進論だからいいかなっていうのと、まあどうせまた買うしレアだしまた出るでしょ、なのでまあいっかって感じで、まあ、まあゴジータじゃなくてよかったよね、ほんとこれは綺麗でした、よかった。これゴッドレアとかが折れてたらもうめっちゃショックで、これ後ろがすごい、前回スーパーゴッドレアって白だったと思うんだけど、今回から黒になっててすごいかっこいい感じになってるね。ということでまた揃えたいのでまた買ってきます。では今回は挑戦しシールウェハース Z ワンボックス開封結果でした。それではまたねー。